今回は世界遺産イアフルミチの光景を見た外国人の反応です。イアフルミチは熊野本宮大社、イアハヤタマ大社、熊野那智大社以上の熊野三山に通じる山系道で紀伊半島に位置し、道は三重県、奈良県、和歌山県、大阪府にまたがっています。熊野周辺は日本書紀にも登場する自然崇拝の地であり、院政期には歴代上皇によって幾度も熊野御幸が行われています。道が世界遺産になることは数例しかない珍しいことですが、霊場へと続いていく古い道が現在まで同じ目的のもと自然の中にありながら保存されてきたことが決め手となったそうです。古代から現代まで日本人の信仰を集めてきた聖地の光景に多くの外国人も神聖なものを感じ取っていたようでした。